日満経済ブロックとは、1920年代末期の昭和金融強行及び世界強行に対応して、日本及びその植民地である台湾、朝鮮、そして満州を加えた経済ブロックを構築しようとする日本の政策構想及びそのブロック。後に、シナを加えた日満種経済ブロック、日満化経済ブロックとして発展する。満州事変以後、 満州を支配下に置いた日本は、満州国を樹立するとともに、千万一体化を掲げて、経済ブロック構築に着手した。だが、それでも、鉄、石炭、綿花、塩などの日本経済が再生産を行う上で、必要な物資を十分に確保できなかった上に、小解析の中国国民政府の反撃を警戒して、河北分離工作を推し進め、 カ北を加えた縁を基軸通貨としたブロック経済の構築を目指す日満主経済ブロックに発展していく。露光橋事件以後は日本の軍事力を背景として死那を示す意味合いがカ中、カ南などを加えた中国全土へと拡大されていくことになる。このブロックでは日本縁を基軸として満州中央銀行圏や中国、 連合準備銀行券など日本円と10日にてリンクさせた円形通貨を通行させ、これによって中国国民政府の砲兵や外貨を排除し、原料資源を呼び投資、輸出市場の独占的支配確率を図った。さらに満州における南満州鉄道や満州重工業に相当する日本の国策会社を中国本土にも設置しようとした。ありがとうございます。